ドームのコンサートが危険だと？ええ、実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。実ははるかちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど確かあのコンサートは中止になったはず。それが違うんです。実は勝也が手を回して日程が今日から明日に変更になったんです。しかもはるかちゃんだけでなく、大阪芸能所属のはるかちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと。 T セットっつったらはるかの代わりにコンサートやるっつったあのコンビがあれと組むのか？ええ、多分今も明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところでしょう。でコンサートが危ないっちゅうんはどういうことや？多分勝也ははるかちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上で、わざとはるかちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いましたね。なんで黒沢ははるかを狙うんだ？もしもの時のための保険でしょう。はるかちゃんは桐生さんを殺し損ねた時の脅迫材料にするにはもってこいの存在ですからね。確かにあの時黒沢は言うとったな、桐生に遥かの心配をした方がええっちゅうようなことを。だがドームでのコンサートはパクさん、そして勝也自身の夢でもあった。だからどうにか開催日を変更することで遥かちゃんの安全を確保し、彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかと。なるほどな。しかしその予定も狂ってしまった。本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょう。だが黒沢を取り逃してしまった。コンサートを中止しようにも当の勝也は意識不明の重体。事態は悪い方向に進んでしまってます。それでお前はどうする気なんだ？明日のコンサート、何とかして黒沢たちの侵入を防ぐ、もしくは延期、いや中止にできないかと思ってます。中止か。まあそうなるよな。ドームでのコンサートなんてことになりゃ、それこそ万を超える人間が出入りすることになる。実際黒沢の侵入は防げたとしても、その一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな。正直辛い選択です。実際に俺も今日までは何としてもはるかちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきました。ですが黒沢がこの町にいる今、他に選択肢が。ダメだ。桐生さん。動けるのかお前。どんな事情があってもそのコンサート中止にしないでやってくれ。桐生、お前話聞いてたのか？ああ、大体のところはな。だったらわかるだろう、今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのか。分かってる。それじゃどうして？はるかが今の話を知ったところで、結局は舞台に立つ道を選ぶからだ。お前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのか？おそらくはるかを止めることができる人間は俺だけだろうからな。そうです、きっとはるかちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がると言うでしょう。でも桐生さん、あなたが直接諦めろと言えば彼女はそれに従うはずだ。危険と分かっていてもあなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか、桐生さん？おい桐生、お前。俺が行ってくる。